演舞開演。どうも、本日はこちらポッカサッポロのじっくりコトコト煮込んだ牡蠣のポタージュを飲みたいと思います。中身はこんな感じです。お湯注ぎます。もうすでに香りを混ぜます。混ぜ終わりました。では香りがもうすごいです。海の香りがします。いや、海の香りって言っても分かりにくいかな。では飲んでみます。本当に香りが贅沢ですね。すごい。一口飲んだだけでもう牡蠣の旨味が口中に広がって、ポタージュなのでちょっぴりまろやかな甘みもあってとっても美味しいです。本当に贅沢な気分になります。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。次は食べてみたい。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。